阿諏訪山のふもとにある毛屋黒達神社。大殿すめらみことが黒達川の守護と国土の平穏を祈って477年に創建しました。地元では黒達さんと呼ばれ親しまれ、商売繁盛や安産祈願などの御利益があるとされています。拝殿に祀られている鏡、江戸時代の鏡師喜瀬定阿弥が作りました。喜瀬定阿弥はですね、京都の方で、有名だった鏡師さんでして、北野天満宮に奉納する大鏡の制作を、受け負いまして、そういった権力者から非常に大事な鏡の制作を任されるほどには技術の定評のある鏡師さんだったと考えられます。京都で認められた喜瀬定阿弥の鏡は福井の神社にも奉納されました。越前松原家といいましてね、結城秀康公、こちらの方へ殿様として入られたということで、その時に喜瀬さんの作られたお鏡が松原家からご奉納になったということで、この神社に飾られているということでございます。300年以上輝き続ける鏡は神社にとって特別な存在です。ご本殿はね、本当に扉を開けますの年に1回なんですね。ですからそのお鏡を通して、神様を拝んでいただくということでございます。長い年月をね、ずっと見守っていただくということでございますので、ね、大切なものでございます。これからもまだ皆さんに寄り添っていただくいうことかなと思います。時代を超えて光る鏡が今日も神様と参拝者をつないでいます。